した通りですね、今回久しぶりにクリプタクトの斉藤さんに来ていただいて、年末が近づいて税金の話の、まあ、なんかトピックが増えてきたので、改めてこの機会に皆さんが気になっている、いろんなこうこの場合はどうするんだみたいな、話を一問一答形式という形で聞いていこうと思います。斉藤さん、お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近はなんかクリプタクトさんも DeFi に関するツールを出したりとか、あの API 連携の、もうさらに取引対応取引所を増やしたりとか、なんか忙しそうな感じですよね。そうですね、まあ、あの DeFi のツールはまだ出してなくて12月半ばぐらいに出す予定なんですけども、あの、まあ、それと同時並行で、あのいろんな API、まあ、これまであのファイルをダウンロードしてそれをアップいただいて計算するっていう仕組みだったんですけども、まあ、あの対応できるところからあの API 連携を進めていって、まあ、よりこう利便性高くあのご自身の損益を計算できるような、まあ、そんな仕組みを今あの社内一丸となって作ってる、そんなところですね。その自分もあの前以前からそのトレード企画とかでマニュアルで例えばバイナンスの CSV 引っ張ってきて、でそれでアップロードしてたんですけど、あれですよね、イメージとしては1回 API 連携をすると、もうあとはもう勝手に基本上で計算してくれるってことですか？そうですね、あのもうすごいですよね、はい、もう同期させていけば、まあ、ログインするために同期するってボタンを押していただければ新しい取引を自動で取り込んでいって、まあ、特に今週バイナンスの API 連携をリリースしたんですけども、まあ、こちらはすごく反響は多くいただいていて、まあ、バイナンスはまあもういろんな取引種類があって、そうですね、それぞれでファイルがいろいろあったりするので、もうなんかマニュアルでダウンロードしてアップロードするっていうのがめちゃめちゃ大変だったので、まあ、それが、あの API 機1本で、まあ、ほぼほぼ全部取得できるっていうのが非常に、まあ、あの取得できないものもあるんですけど、それはまあ引き続きファイルでアップしていただければと思いますけども、まあ、それも本当数1種類2種類とかだと思うので、まあ、かなり便利になったのかなと思います。なるほど、まあ、ちょっとこの後具体的に DeFi に関する話とかお聞きしますけど、まあ新しく出す予定のリリース予定のツールでこういうことができるような、こういう計算が必要とかっていう話を、そしたら早速聞いていこうと思います。はい、今日いろいろトピック用意してるんですけど、まずは DeFi に関してのものからそしたらお願いしたいと思うんですが、まあ DeFi 去年から流行り始めて、今年もかなりいろんな人がやっていたと思うんですけど、もっちも企画でやってましたよね。で、いわゆるイールドファーミングとか言われる形とか、いろんな体系がレンディングとかいろんなものがあるんですけど、ちょっと基本をこうするべきだ、こういうふうに計算したら簡単だみたいなところをちょっと教えていただきたいです。お願いします。はい、そうですね、あのこれ DeFi に関してはそもそもまず自分が何の取引をやったかっていう、その取引の履歴というんですかね、まあ、そこを整理するところが始まるんですね。まあ、要するに計算はその後なんですよ。結局その自分が何やったんですかみたいなのって、こう後から振り返った時にもうようわからんみたいな。で、何かよくわかんないと、そもそもどう計算していくかっていう以前の問題で、計算しようがないっていうところで。で、デファインがややこしいのがまさにそこですね。あの取引所での取引だったら、まあ、何らかの形でその取引履歴っていうのは取引所が提供してくれたりとかですね。まあ、そういったのあるんですけども、あのデファイに関してはそれがない。まあ、デファイと言いますか、まあ、正確に言うとウォレットの履歴ですよね。ウォレットの履歴ってただの入出金履歴なので、その入出金の背景となるその内容が記載されてないので、そうするとあの他第三者が見たときに分かんないんですよね。まあ、入出金ははっきり分かるんですけども、じゃあその入出金ってこれなんか自分の別の口座からただあのこっちの口座を移しただけなのか、あるいはなんかスワップでにやったのかとか、あるいはなんかステーキング報酬もらったのかとか、そういうのが書いてない、ラベルがないので、まあ、結局分かんないですと。で、なので、まずそのDeFiの計算をするっていう以前のところで、その自分が何をやったのか、まあ、あの少なくとも入手できるのはウォレットの履歴ってあるんですけども、ウォレットアドレスデータも出てくると思うんですけども、あのまあそこをベースに、それぞれの入出金で、あこれはこういう背景、ステーキング報酬だよね、あこれはスワップだったねみたいなのを、あの自分でまず作んなきゃいけないんですよ。あの、まあ、これまでそうしなきゃいけなかったですし、あの それ以外ちょっと方法がないっていうのが結構そのDeFiのややこしさ、難しさっていうところのまず第一歩になりますと。で、あの、まあ、そういう意味でちょっとまあもうおすすめじゃないですけども、あの基本的にはご自身がDeFiの取引とかされる場合、もう多分な日記じゃないですけど、なんかメモ書きは多分しといた方がいいと思います。あの絶対忘れるんで。
なんかこっからここはそなんかステーキ欲しいな気するなとかって何だか覚えてても大体忘れるんで、はい、なるほどなるほど。もしくはあれですかね、DeFi だったら DeFi トランザクションを作るウォレットをもう完全に分けておくとかですかね、メタマスク上のとか。そうですね、まずはちゃんと分けておいて、このウォレットはこれだよと、DeFi のやつ、だから DeFi の中でもいろんな取引あると思うんですね。で、そのいろんな取引があると、それぞれが、それぞれ入出金履歴、要はこのウォレットは DeFi 専用だっていうの分かったとしても、その入出金履歴の一個一個見たときに、これなんだっけみたいなことになるので、やっぱりそこは、記録しておいた方が、はい。これでもちょっと手遅れになってる人もいると思うんですね、ある種、もうメモってないとわからない、はい、その場合って最悪どうすればいいとかっていうのはありますかね。そうなんですよね、そこを結構や割と実務上の論点にはなっていて、うん、でまず我々 の, まあサービスというのか、まあ、今度12月半ばにDeFi系 の, 自動計算ツール出しますよって案内させていただいているっていうところもあるんですが、そこでやろうとしているのはまさに今その自分が忘れてたとしてももう自動でこれはこの取引だよっていうのを識別して表示させてくれる、そういうサービスなんですね。それめちゃくちゃすごいじゃないですか。そうですね、まあ、ただ当然なんですけど網羅性が 100% あるわけではなくて、まずは例えば BSC とイーサのチェーンに対応していきましょうと、はい、でその中でその BSC イーサのチェーンの取引に関して自動識別で、ただそれも結局そのチェーン BSC のチェーン使ってても様々なスマートコントラクトってもう日々新しく生まれていて、で、まあ、じゃあ例えばその中の一つパンケーキスワップ取ったとしてもその中でもまたいろんな新しい取引集って出たりするので、うんうん、常に網羅率が 100% っていうことはもう多分事実上不可能なんですけど、ただ我々が今やろうとしているのはそのじゃあチェーンを特定してじゃあそのスマートコンを見に行ってですね、このスマホを呼び出され、これを呼び、この関数を呼び出されたら、これはこういう取引種類だよみたいな、まさにそのマッピング処理っていうのをもう自分たちで行っていまして、で、そうすると、そこの我々が認識しているものに関しては自動で識別できるようにしていってると。で、そのマッピングのカバー率もどん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 こう広げていってますので、毎日、まあ日々広げていってるので、まあどんどんその読み込める範囲、種類がどんどん大きくなる。じゃあそのクリプタクさんが新しく出すツールを使えば、完全にもう忘れちゃったとか何だったっけっていうの結構ある人も多いと思うんですけど、はい、とりあえずこれなんじゃないのっていうことは何かこう識別して教えてくれるってことですよね。そうですね、まあ、我々それを見るとまあ、呼び出されたその内容を 見ればですね、うん、まあ、これだよねっていうのは分かるものは全部もう自動でもうマッピングしてあげていて、でどうしてもやっぱり分かんないものとか我々がカバーまだできてないものがあったりすると、うん、まあ、それは要確認っていう形でまあ、載せていて、うん、まあ、ここはちょっとご自身で何やったか、はいはい、思い出してもらってそれに応じた種類に変えていってねっていう、はい、いやでも それマニュアルでも全然楽ですよね。それ、それ例えば9割カバーしてくれるんだったらだいぶ楽な気がしますね。ちなみにそれってやっぱコントラクトを見て、例えばこれはパンケーキスワップとやり取りしてるコントラクトで、なんでしょう、BNB を使ってこのトークンを買ったとかっていうのを自動的にもう識別して、取引所と同じような感じでこうバンとこう出してくれる。ああ、すごいな、これ。これ作るのかなり大変だったんじゃないのかな。めちゃめちゃ大変。スマホも全部読みに行くみたいな、そうですよね、しかもマニュアルで見に行くみたいな感じなんで、もうめちゃ大変ですね、はい、気づいたらクリプタクトが DeFi 企業になっていたと。まあ本当そんな感じです今で、まあそこに力を入れてますので、なんでしょう、結局いろんなエッジケースは出ちゃうので、こうなんかあまり取引こう珍しい取引とかだとやっぱり認識できなかったりして、そこはご自身で判断というのはなっちゃうんですけども、メジャーどころの取引だったら、まあかなりカバー率があるかもしれないし、ちょっとそれは人によっちゃうんですが、まず BSC ESA から対応していて、で、まあ、おそらくリリースのタイミングで別のチェーンなんかも少し導入できるかなと思ってるんですけども、まあそこでチェーンをまずチェーンの種類を増やしていくっていうのもそうですし、あと各チェーンごとの網羅性も増やしていくという、はいはいはい、まあ、その横と縦とので、はい、カバリーズを増やしていこうかなと今日々やって、もうみんな今そこに集中してますね。とこれでこのツールを使って大体こう把握カバーされていたとしたら、まあ、こういう取引だろうっていうのが分かったとしたときに、はい、斉藤さんに事前に教えていただいてたんですけど、でも
具体的にそれでもこれってこの計算で合ってるのみたいなケースってあると思うんですよね。なんかその流動性供給のところがよくわからないみたいな、はい、その計算もクリプタクサのツールがもうやってまるっとやってくれるから考えなくていいってことなのか、それともユーザーからするとまだここは知っておいた方がいいよみたいなことってあるんですかね。そうですね、まさにそこが次のステップで、今申し上げたところってまず取引履歴を整理しましょうっていうフェーズなんですね。で、まあ、そこは我々のツールで大部分できますよと。でその後じゃあ整理された履歴に対してどういう計算を当てはめていけばいいのかっていうのが次の段階でして、でここがDeFi特有の取引という、まあ、例えばまさに申し上げていたような流動性供給のところとかですね。で正直ここって国税庁からも明確な指針一切ないので、ちょっとわからないっていうのは正直なところなんですね。でただわからないでしなくていいのかっていうとそういうわけにいかないので、もういろんな税理士さんとも相談しながらなんですけども、まあ、ベストエフォートベースでこういう計算方法でありえるんじゃ、こういう計算方法も一つの例としてありえるよねっていうところで、まあ、そこは今実装に向けて動いていますと。でちょっとそもそもまあ DeFi のまあ履歴がまあ整理されたとして、じゃあどういう取引種類に大体集約するのかって申し上げると、まあ大体大きく分けると3種類あるんですね。で、まあ、もちろん細かく言うといろいろあるんですが、まあ、大きく言うとまず1つはスワップですよね、通貨同士の交換。でこれはまあ別にそんなに論点はなくて、いわゆる普通に仮想通貨同士を交換するといいますか、仮想通貨を使って別の仮想通貨に変えますよっていう、その取引所の取引とあまり変わらないので、ここってあんまりそんな計算の論点が多くないポイントですね。ここはもう我々もうそこは自動で計算していますと。でもう一つが、まあ、ステーキング報酬みたいなものなんですけども、まあ、ステーキング報酬だったり、まあ、別の仕組みだったりはしますけども、いずれにしてもなんか利息、レンディングの利息をもらうとか、あるいはステーキングの報酬をもらうとか、何かその仮想通貨を何らかの報酬や対価として付与される、もらうっていうケースですね。でちょっとプルーフオブステークのやつの計算どうするんだっていうのは、なんかこれだけで結構重要な話な気がするんで、これちょっと次の動画で、そしたら、はい、いいですかね。DeFi って言ってもやっぱりいろんな形態があるんで、はい、ステーキング的なものもあるしっていろいろ分けられると思うんですけど、多分それぞれ話し始めるとそれぞれなんかまあ長い話になっちゃう気がするんで、そうです、とりあえずそしたら一旦 DeFi はまずはこのツールとかを使って識別をするところと、計算をするところです、ね、計算するところですかね。で正直計算するところ、今申し上げたそのスワップだったりステーキング何か報酬をもらうというとかそんなに論点ないです正直。はいはいはい。で3つ目の流動性供給、はい、ここが結構厄介で、これ全くないんですよね、今の取引所の例とかでそうですけども、はいはいはい、でここが全くその指針も何もないので、何かしら推定してもう計算していくしかないと。で我々、まあ、ちょっと我々のサービスの事情だけで申し上げると、リリース段階ではちょっと流動性供給のところの自動計算ってまだ多分導入できないと思うんですが、まあ、これリリース後になるべく早い段階に、うん、で一つのオプションとしてこういうのあるよっていうのを選択できるようにしたいなと思っています。でただこれも考え方としてはそんなに複雑ではなくて、まあ、今導入しようと頑張って思っているのは、まあ、まさに流動性供給2つのペアの通貨をこう供給しましたと、はい、で、まあ、時間経ってて、まあ、しばらくしてまあ、引き出しますと言った時に、じゃあそのペアそれぞれの例えば A コインと B コインを預けて、まあ、引き出した時に当然 A コインと B コインの数量変わってると思うので、まあ、その差が変わってる要はその差分ですね、差分を見て、まあ、増えてたらまあ、それ増えたらもらったらまあ所得だよねと、逆に減ってたらまあそれは損失だよねっていうような、まあ、そういう処理を行おうと思ってますね。逆にその間はもう見えないっていう、どこでどれくらい減ったか増えたかとかっていうのは、どこまではもうちょっと難しいんじゃないかってことですね。そうですね、まあ、いずれにしても預けて引き出す、まあ、引き出した時のその差分で計算していく、うん、でもちろん正直これでいいみたいな指針がないので、後からやっぱり違いますみたいなことも全然ありえるんですけども、うんうんうん、まあ実態になるべく近いっていう意味でこれなんじゃないかなというところで、今税理士さんとも相談しながらですね、うん、行っていると。まあ一番乱暴なやり方で言うと、もう常に時価で売却あるいは取得みたいな計算もあるんですね。例えば流動性供給しますと、うん、もうそれは、うん、もう時価で売ったと。で逆に LP トークンそれ対価で受け取ったのは、それはその2つの時価で売った分の価格で LP トークン取得したんだと。はいはい、でまあそれ LP トークンまた使って引き出すんだったら、それはその売却と取得になるんだみたいな
そういうもう直で全て売買で落とし込んじゃうみたいなやり方も別にありえるとは思います。ただまあそれって実態としてど近いのかみたいなところもそうですし、何でしょう、何かそこちょっとそうじゃないやり方を今模索しているようなところ。なるほどなるほど。いやでもこれ例えば税理士さんに聞いてもこんなのわけわかんないと思います。仕組みもわかんないんでどう計算すればいいかなんてわかんないですし、これは税理士さんにとってもフロンティアって感じですね。その調べないと、調べてもわかんないかもしれないですし、前例ないからみたいな。おっしゃる通りだと思います。要するにコンセプト的にというのか法的にというのか何て言ったらいいんでしょう、こういう計算方法が正しいんだみたいなことをがまず言えるのかどうかってもそうなんですけど、仮に何かそれがあったとしても実務的にそれできんのみたいな、ちょっと別の視点もあって、その両面で見ていく必要が現状あるのかなとは思います。はい、ありがとうございます。そしたらまあディファイ編ということで一旦この動画ここまでにして、まだ全然話してないことですね、ラップとトークンどうなるのかとかっていう質問、まあこれディファイにも関わってくると思うんですけど、そういう話とか NFT ですよね、今年 NFT 流行ったんで NFT どういうふうに計算税金処理すべきかとか、まあ他にもいろいろあるので、この後また一問一答形式って感じで斉藤さんに聞いていこうと思います。そして最後にまあもう一回告知ですけど、クリプタクトさんに反省会しばらく今年スポンサーしていただいてまして、年末に向けてね、ディファイのツールの話も今出ましたけど、多分これないとディファイ計算できないんじゃないですか、逆に言うと。これなかったらできるのかなっていうか、正直に思うんですよね。それは私も思いますね。自分で、はい。これないとどうするんだみたいな。そうですね。いや、自分でマニュアルで全履歴、整理しろって言われても、いや、まあ、言葉で言うのは楽なんですけど、ね、いや、ちょっと難しいなと思ってますね。はい。はい、なので、DeFi とかを使ってる人、まあ、もしくは、DeFi 使ってなくても、バイナンスと API の連携、最近出て、すごい評価高いみたいな話ありましたけど、まあ、両方、中央集権的なものと、あとは、まあ、いわゆる、もう少しクリプト寄りのもの、両方対応、最近されているので、ぜひ使ってみてください。反省会用にこの1年ずっと特別なディスカウントコードもいただいているんで、動画のリンクに貼っているので、15% オフですね、年末までにぜひ、それを使ってやってみてください。1年、有料プラン有効なので、今買えばそのまま年末、まあ、年末にやらなくちゃいけない動画みたいなまたこの後収録しますけど、年末も使って、あとは確定申告もそのまま使って、あとはポートフォリオ機能も最近ちょっと前に進化したりして、自分の資産管理とかでも使えるので見てみてください。いや今年その点で言うとクリプタクさんすごい躍進、個人的な見方なんですけどね、その内部でどうなってるかよくわかんないですけど、ちょっと躍進の年だったんじゃないのかなという勝手に思ってるんですけど、モッチーも巷で知名度はアップさせ、そうですね、おかげさまで何でしょう、こう人数もちょっと増えたりしてですね、開発のスピードも上がったり、そうですね、はい、モッチーもいろいろ仮想通貨に興味を持ち始めそうですね。そうですね。はい。わかりました。そしたら次の動画以降でまた別の、トピックについていろいろお話を伺っていこうと思います。では今回はここまでです。ありがとうございます。ありがとうございます。